それでは続きまして、第6部分科会、歴史に学び、未来を創造するを開始いたします。ご登壇者の皆様をご紹介いたします。日比谷松本郎代表取締役社,社長、小坂綾乃さま、ライフネット生命保険株式会社代表取締役会長兼 CEO、出口晴明様 ファシリテーターはグロービス経営大学院教員吉田元文です。では吉田さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、では、えー、歴史のセッションを始めたいと思います。ここまであの最後の分科会ですけど、ここまでずっとですね明日会議昨日から。えー これからどうするんだと今、我々はどうすべきかという話をずっと皆さんもね考えてきたんじゃないかと思います。で、ここであのちょっと視点を変えてですね過去の話、ですね歴史ということになりますので、えっと、なぜねこの今、これからを考える上で歴史を知る、学ぶことが大事なのか、まあそんなあたりをですね今日は出口さんと小坂さんというですね、非常にあの、 スピーカーに来ていただきましたのでじっくりと学びたいなと思いますであの一点ですね、えー、と歴史といいましても非常に広いのであんまりあの漠然とした話ばっかりするのもちょっと面白くないなと思いましてですね、まあ、小坂さんがいらっしゃっていただいていることもありますのでここはぜひですねちょっと中国を少し題材にして、えー、中心にお話をしたいと思いますで最初にあのちょっとだけ皆さんに聞きたいんですけどあの 私、中国のことは結構詳しいぞって方ちょっと手を挙げてみてもらってちょっと詳しいぞぐらいでもいいですあんまりいないですねああいいですね、はい、ありがとうございますじゃあ,です、ね、あの正直言って中国ってそんなに好きじゃないんだよねっていう方はどのくらい正直言ってねあ結構ですねあ,ありがとうございます。 じゃあ最後の質問ね、えっと、皆さんが、えっと、中国っていう国と全く関係なく俺はこの先生きていけるぞって方いらっしゃいます。多分いないですね。であの、まあ、そういうなんていうか位置づけの国だと思うんですけど、まあ、我々のこれから今これからに、まあ、多分かなり甚大な影響を及ぼしているし隣の国ですよね。一方でかなり いろいろな課題を抱えていて難しいこともたくさん起きているという中でまあそういう国とどうやって向き合っていくべきなのかどんな国なんだろうとそんなあたりをですねまずは中心にお話をして最後の方でですね少しあの話を広げて歴史,歴史から学ぶということについてディスカッションできればいいかなと思います。ははいいじゃあででですすすねねね最初にあのまずあの出口さんからですねえっと中国とはというとうころをです、ね 概略をままずご説,ご説明いいいいただけるとといいかなと思います、はい、ましたじゃあ、僕はいつもですが、あの自己紹介にか変わってですねあの、カードを好きなだけ持って帰ってください。 じゃあいただいた時間が10分ですので簡単にえ大胆に飛ばしてまずですねこれはあのアンガス・マディソンのデータなんですがいろんな見方があるんですけれども世界の GDP のシェアの推移を見たらマディソンの推計ではアヘン戦争までは中国は大体世界の GDP の 2割から3割を持っっっっていいたたたぶっちぎった大国でああというファクトがありますとでアヘン戦争の後はガタガタになったんですがまだ現在では12.1なんでもう全然元に戻ってないというのがまず分かりますよね。で中国の特徴というのはいろんなことを言う人がいるんですけれど。 世界の歴史の中で一番中国らしいのは一番ですね漢字と神があったのでしかも始皇帝という異常な天才が2200年ぐらい前に現れて近代的な中央集,集権国家を作ってしまったとエリート官僚が広い土地をコントロールすると。 こういう国は実は世界中ないんですよねほとんど全部王様はいるんですけれども地方領主の上に乗ってるんです文書行政とか言ってるんですけどもうここがまず中国の全く得意なところですねそれからもう一つを言えばこれも2000年以上前に孟氏という人がいて 人民主権の思想を作ってししままいました要するに悪い政治をやったら最初は天が天にいる神様が警告を発するんですけれどそれでも言うことを聞かなかったら人民は立ち上がって政権潰してもええでとそれが天の命令だよと「液政革命」と呼んでますけれどもこういう得意な思想を作ってしまった国であると。で もう一,つ言えば一番最後ですけど中国の歴史というのは北から流れてくる遊牧民と楊子公をベースにした農耕民族の争いの歴史であると。で武力は圧倒的に遊牧民が強いんですけれど中国の農耕民というのはすごく懐が深いので全部 飲み込んで消化してしてまうと、まあ、この3つが世界の中で中国という国の多分特異性だろうとこういうふうに考えてもらったらいいと思います。で中国の近代と日本の話をすればアヘン戦争が大きい分水嶺なんですが実はアヘン戦争の影響というのはですね 徳川政権ににあっという間に来てるんですよアヘン戦争が1840年に始まって42年に南京条約を結んで中国は負けちゃうんですけどその時に徳川政権は薪や水は外国船に給与してもいいんだよとこれはものすごい転換でそれまでは 異国線は打ち払い例ですからねだから割と日本ってすごく柔軟性に飛んでてこれえらい世界が動いてるでということであっという間に実は対応してるんですよね。であのこの話をすればこれだけで3時間ぐらいかかるんで大胆に飛ばして日本と中国の関係がおかしくなったのは。 年だと思います。平たく言えば今年は第一次世界大戦から100年の記念すべき年ですけれどこの第一次世界大戦では日本は日英同盟を盾にとって望まれていないのに勝手に戦争を始めてこの際世界の目がヨーロッパに注がれている中で 鬼の井沼の選択とばかり21か条の要求ということを中国に対して出すんですよねこれ大変国辱的なでここから日本と中国の関係がおかしくなるとそういう意味では第一次世界大戦というのはあまり注目されてないんですけれど日本と中国の関係を見る上で大変大きい 節目だったとこのことだけは覚えておいた方がいいと思います。であとはこの年表はあのまた議論の中であの出します。でじゃあ中国のことを好きでも嫌いでもお隣にいる国ですからね。 うまくくディールをやっていいしかないんで多分僕は京大で高坂正孝先生に国際関係史を教えてもらったんですけれど多分高坂先生が生きておられたらこういうような気がしますよね。今日本にとって一番得なのは何やと。TPP は確か GDP の押し上げ効果って0.5前後ですよね。 で日中韓 FTA をやれば1.5%ぐらい GDP が,がりますよねだから現実家の高坂先生だったらじゃあ早く日中韓 FTA を結んでガンガン儲けてそのお金で自衛隊を強くしたらどうやとか言うと思いますよね。だからある意味では本当に個人なら引っ越せますが国は引っ越せないので。 リアリズムというのが何よりも大事かなというふうな気がします。あのもし皆さんがあの僕はいつも古典読めと言ってるんですが今日はもう古典を省いて最近の本の中であの中国のことを知りたいと思う面白い本を適当にあの並べましたのでよかったら読んでください。それからもしし今話した あの世界史のことに興味があればちょうど世界史の本を書いたのでよかったら読んでもらえればと思いますじゃあこれで10分ですから10分ですよねはいプレゼンも終わりますはいありがとうございます、はい、ではですねあ,あの小坂さんに今のステージの上で実際に 革命運動ですとかね、そうしたことを成し遂げてきた方々と関わりが深い、より個人によったところのお話をぜひしていただきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。えー、この歴史は今、レフさんがこうずっとお。 日中関係の歴史者と言っていただいた中の本当に一部分のところでございますが皆さん孫文という言葉はもちろん知ってくださっていると思いますけれどもその孫文中国では孫中山と呼ばれてますね皆さんもちろん中国にいらしたことをたくさんあの経験持ってらっしゃる方多いと思いますが孫文とは言ず孫中山というその孫中山の中山というのは実は日本人の名前中山さんのっていう日本人の名前ということを知ってらっしゃる方 方どのくらいいらっしゃるでしょうかどこの都市に行っても中山通り中山公園 中山記念体育館と言われるぐらい、まあ、孫文というのはです、ね、今でも中国に非常に大きな尊敬の念を持って迎えられている人物であり、台湾との関係、あるいは全アジア、あるいはアメリカ、ヨーロッパにまで孫文というのは足跡を残しておりますので、そういった中華圏、中華ネットワークを考える上でも、孫文というのは非常にもっともっと私たち日本人は学ばなければいけない。なぜなぜらその革命生活 年のうち10年間も日本との関わりを持っていてそのうちのまあ一番最初に出会った日本人がこの梅や小吉ですけれどもその他に1500人近くの日本人とさまざまな関係を持っていたのがこの孫文ですですから中国がその新朝から中華民国に代わるその革命侵害革命がまあ中心になっていくわけですがその指導的な役割を起こした孫文実はそこには多くの多くの日本人が携わっていたという歴史はつい最近までほとんどの日本人が が知らない中国でもごく学者とか一部の方は知ってたんですがそういったことがあったということはです、ね、これだけ今日本と中国の関係がいろいろいろろ取り沙汰される中で、私たち日本人がやっぱり知っておかなければならない歴史なのかなというふうに思って私はこういう機会をいただいてお話をしています。120分ぐらいいただけるとこのことをよくお話できるんですがざっとですね、ざっと10分ぐらいでお話をさせていただきたいと思います。今お話申し上げたたよううにに孫文のの周りにいい日本人っていうのは 実は、主に九州の人たちです。私の曹祖,祖父の梅正吉も長崎出身ですがこれだけ多くの中心的人物村文の周りにいたこれみんな九州人ですってことをちょっと覚えておいてください、まあ、大陸に一番近い土地柄あるいはこう明治維新とかを押し上げていったそのエネルギーというのが九州人にあったっていうことですね。 梅谷は長崎に生まれました。1868年、明治元年に生まれております。明治元年の長崎というのをイメージしていただければいいと思います。そこだけが唯一こう世界のにつながっていた場所、中国に一番近い場所が長崎です。そこに生まれた日本人梅谷翔吉が孫文と出会って、 アジア人同士手を組んで強いアジアを作っていこうということになっていくわけでございます。これ孫文と梅屋昌吉の2人のツーショット写真ですけれども2人は1895年、えー、香港で出会いました。えー、ちょうどですね、えー 1894年、日清戦争があ起こって、まあ今年で120周年なんですけれども、その清が敗れたということで、実は孫文は革命の後期だと思うわけですね。清朝の腐敗した政治を打破して、新しい国を作ろうと思ったのが孫文ですから、この実は日清戦争に敗れたっていうことが、この孫文の革命に拍車をかけていくというようなこともあります。ちょうどその頃に香港で梅谷祥吉とお孫文は出会います。まあ、梅正吉っていうのは ですね、長崎出身でざっと言うとですね香港で写真ビジネスで非常に成功していくんですである程度その香港で顔役的な日本人になったところに、まあ、孫文と革命をしたい若い孫文がね紹介を受けて、まあ、梅屋と出会い、まあ、本当にこう共感をしてですね日本人も兄弟である中国が、まあ、変遷戦争によって欧米の、ね、人に人としての尊厳を与えられないような、まあ、中国人がそういう状況であるのを憂いてですねあるいは梅屋はそれが日本てる 日本にもどんどん来てしまったら、日本人も危ないと思った気持ちもあったと思います、孫文の思想に共鳴して、ですね君は兵を挙げよ我は財をもって支援すというお約束をしてしまうわけですね。つまりり文ささんあななたは革命やりなさい 私は財政面でそれを支えまましししょうううというお約束をしてしまうわけですそれ運命諸吉は一生守り抜くわけですね。で写真のビジネスだけではなくて、えー、今度はあシンガポールで映画のビジネスに出会ってですね当時の映画というのはもう本当に、えー、もうドル箱というかですねテレビも何もない時代の唯一の娯楽あるいはニュース番組の、えー、役割も果たしていたので本当に梅命諸吉というのはもうすごい財を映画で築きそれを湯水のごとく存分の 使っていいたとううような日本人です、えー、特徴的なのは、ウメアはです、ね、アジアの平和というのを理想に持っていたので、何も中国の革命家だけを応援したわけではありません、こちら、フィリピンの革命、アギナルドとも親交を持ちまして、ですねフィリピン革命、あるいは後ほど出てきますが、インドの革命家と孫文を引き合わせたり、アジアというものを視野に入れていました、えー、すごい豪邸に住んでたんですけれどもね、ここで孫文と総敬礼、えー 総計の三姉妹という映画で有名になったと思いますけれども、総計玲が梅屋の家で結婚をしています、えー。そしてどんな映画を作ってたのかっていうとですね、有名な白瀬信の南極探検、えー。こちらにフィルム隊を送り込んでですね、当時の南極探検のフィルムを実録映像で残しております。これは日本最古のドキュメンタリー映像として今でも早稲田大学とか NHK のアーカイブスあるいは近代フィルムセンターの中に残っております。時々 NHK 見ててこんな古い 映像が残ってるんですよっていうのはこの梅谷が撮った南極探検の映像が出てくるわけですそして今の日活の基礎を作っていきますですから梅谷記というのは日活の創始者とも言えますそしてこのように中国と日本の革命の志士たちがですねこれたまたま松本楼に集って革命談話をしていた写真なんかも残っております えー、そしてですね、もう1つ大事なフィルムを残しているのは1911年,、えー、19年、侵害革命そのもののフィルムもですね、梅谷昇吉はその武漢、湖北省武漢というところにですね、フィルム隊を送って実力映像を撮っております。これは 中国の近代史で起こった大きな出来事の実写フィルムの最も古いもので映像としても非常に貴重ですこれは今中国のいろんな侵害革命あるいは孫文関係の記念館できちんと日本人梅屋正吉が撮影したものとしてこう投影をされています やりとりはね、今のようにメールとかございませんで全部こう、電報でやりとりをしていました。そういったものが、まあ、いくつか残っているわけです。そして、えー、革命の支援ってどんなことをしたのかということをご説明させてください。えー、革命ですから、必要なものは武器でした。梅谷正吉は独自のルートでですね、あの、武器をどん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 革命軍に送っていました。それだけではなくてですね、まあ、今、第一次世界大戦の話出ましたけれども、その頃から飛行機というのが、 あの戦争にに使われるようになったんですねで孫文は、えー、新朝を倒したんですが今度はその次に遠征街という人がですね中国はやっぱりこう力を持っていてこの遠征街を倒すための革命第二革命第三革命に飛行機を使いたいということですね梅昭吉は孫文のリクエストに応じてこの飛行機を、えー、の訓練学校をですね滋賀県四日市に作って、えー、この飛行隊を 訓練してです、ね、実際に中国の空を初めて飛んだ飛行隊は実は、えー、梅屋基吉の飛行訓練学校で訓練した。 中国人のパイロットたちだったとえ実は余談になりますけれども今の人民解放軍の空軍の本当に一番トップの許さんっていう人いるんですね「許す」という字を書きますがこの方が日本にいらした時に私はこの話をしましたそしたら喜ばれてですね自分たちのルーツはここにあったんですねっていうふうにすごく喜んでおられましたから中国の方ってその歴史っていうのをやっぱりこう語るとですねいい意味でも悪い意味でもすごく反応があるということを覚えてお,いておかれるといいと思います。 そしてもう一つ大事なのがですねこの総計令、総計の三姉妹というのはですね非常に中国の近代史に深く関わった。 三人姉妹がいましたえ長女はですね中国一のお金持ちの孔勝旗、孔子の子孫とも言われてますが、この方と結婚する、そしてこの次女、宋慶礼さんが孫文の妻となる、で妹の宋備礼が紹介石の妻になるということで、中国の歴史にすごく深く携わった方です。この敬礼さんがですね、えー、実はあ あのみんな宗家のファミリーというのはアメリカで教育を受けるわけですが孫文の秘書となって、えー、若くて綺麗だったんですねでこの孫文さん1915年当時はですねその革命っていうのはうまくいかないんですね何度も何度も失敗を繰り返してる中で、えー、そ,のその苦しみや悲しみをですねこの若い宗家さんが支えたということもあって、まあ、2人は恋仲になって、えー、いろんなさまざまな反対があるんですが2人は結婚していくわけですね。で2人は東京で結婚し 実はその結婚に際してはこの梅谷夫人が非常に尽力をしていますそのこの辺のラブストーリーも話すとすごく面白いんですが時間がないので省きますがこの実は孫文さんというのは冒頭お話ししたように今でも中華世界に広がる中華ネットワークの本当にこう支える国父ともね言われたりあるいはもう本当にそういう心の父であるわけですそしてこの宋慶恵さんというのは中華人民共和国の 時にに副国国家家主主席席そして最後は名誉国家主席になられた方ですつまり中国の共産党が今でも孫文を自分たちのまっとうな歴史だというのはこの宋慶霊さんが中華人民共和国の副国家主席あるいは名誉国家主席に残ったからなんですこの大事な中国,の中国の母と言われるこの2人を結婚させたのが梅谷夫人ですこのことは非常に私は大きなことだと思っていますでこの写真が今高校生の世界史の B に東京組織さんですけれどもね、乗るようになりました、これからですね、こういった歴史も若い日本の子どもたち、学んでいくことになるわけですね。 このように孫文と梅谷昌吉の間というのは、何もその資金援助だけではなく、プライベートに渡るまで、本当にいい絆が、深い絆が結ばれていました、そして先ほどお話ししたように、インドの革命家たちもですね応援をして、孫文と引き合わせたり、アジアはアジア人の手で強いアジアを作らなければならないと思っていたのが、この梅谷昌吉でした。 ぐららいからです、ね、日本と中国の関係がどん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 悪化していくわけですね。 えー、そして梅屋、梅谷はそこで援助を打ち切っていくわけです、みんな、その日中関係悪くなると、やっぱり自分の身も危ないし、やっぱり思想的にその日本がその中国にどん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 進出していく方に、孫文の周りの日本人たちも変わっていくわけですね、ところが梅谷正吉はやっぱりその日本と中国は友好的に経済とか文化とか、人のつながりでまとまった方がいいという、もともとの考えを、ま、曲げませんでした。こののの孫文銅像をです、ね、中国に送って広く長く長 尊文の意義を伝えるとともに日本人と孫文の周りには本当に深い関係がいい関係があったということをですね銅像を送ったりあるいはその映画人でしたから映画を作ることによって日中双方の人民に知らせようとしましたがもうその頃はですね満州事変が起きまして日本と中国はもう後戻りができないぐらい関係が悪化しましたこのように日本と中国の架け足たらんとした米谷正吉の行動は「売国度」。 としてですね、えー、憲兵隊に2度も捕まって当時の,あのいろいろこう大事な資料というのはこの時、えー、随分押収をされております。 それにも負けずに梅屋祥吉はやっぱ戦争だけは避けなければならないとして当時の広田外相にです、ね、2度面談しております。というのはです、ね、当時の中国蒋介石率いる国民党が、えー、日中戦争の時はです、ね、トップだったわけですが蒋介石なんていうのって,って失礼ですねあの実はその日本に、まあ、もちろん留学していて。 あの若いい自分から日本にいた方なんです、ね、まあ吉岡石のパンツまで梅夫人を洗ったっていうのことでね吉岡石がその梅夫人に当ててこう親切とかいう額も残してるんですが、まあ、そういった本当に深い昔からの間柄だったんですねだからなんとか自分がその交渉によって戦争だけを防げないかということで、まあ、広田外相を通じてですねそういった工作もしておりましたが、まあ、そういうことをしてる間に梅栄基吉も他界をし、えー、あの戦争が始まると。 もうそういう状況にありましたから梅屋自身は自分と孫文の,その間にあったいろいろなさまざまなことは2、ね、人の名約にてなせるなりこれを一切口外してはならずという遺言を残しましてそれ以降このえ歴史はこう近代史の底に沈んでいくわけですねただ梅屋が他界した時の新聞というのはもう日本人の黒幕とかです、ね、革命の恩人として報じられております。 えー、このことがですね、えー、もっともっとお話をしたいところですが、まあ、戦争が起こり、国交回復にも時間がかかり、やっと国交回復41年前にしたときにはです、ね、この宋慶営さんは中華人民共和国の副国家主席になられていました、この写真の真ん中にいる人ですね、日本と中国が国交を回復したんなら、梅谷諸吉さんの,その子孫に会いたいということで、私の祖母を夫妻をです、ねまあ、北京に呼ぶわけです。その時に 国家主席の立場で書かれた総慶さんのお手紙には孫文先生と私私というのは総計理さんですね梅谷先生夫妻のこの友情の歴史はどんなに時間がかかってもどんな情勢になっても決して消し去ることはできないというふうに書かれています。 えー、そして、その後も中国のトップの人たちはです、ね、ちゃんとこの歴史を把握しておられます、江、え、沢、ー、民、あるいは恩加宝さんのこれ、した若い時の写真ですが、えー、隣に写っている着物の写真は、梅屋正吉の孫、私の母でございます、えー、そして2008年、えー、急にぽんとあの <laughs> 近代になりましたけれども、10年ぶりに古今と国家あ元主席が日本にいらっしゃる、その前の時は小泉さんがずっと。 屋敷に参拝してたんでね首相の往来がなかったのが10年間続いたんですがやっと10年ぶりに日本にいらっしゃるってなった時に日中双方が真剣に考えるわけですよね両国民にどのような形でその中国と日本の友好関係を知らせたらいいのかという時に浮上してきたのがこの孫文と梅谷昌吉の歴史でございました私は胡錦と国家主席と福田元首相当時の、ね、日本の首相にお二人に。 この100年前の孫文と梅屋の歴史をご説明をさせていただきましたそういう悲しい戦争という歴史もあったけれどもお互いに助け合った歴史もあったよねということですで、私はその子孫として何もその歴史というのはその過去のものではなくてそれを現在に皆さんに伝えるより中国の方にも伝えるということをしたいと思って上海万博であるとかですね、中国各地で展示会をしたりあるいは梅屋が 孫文亡き家と銅像を80年前送りました今度中国はちゃんと 新型革命100周年を記念して、梅屋と孫文の銅像を中国政府がです、ね、日本に送ってくれています。このようなことは全く報道されないんですけれどもね、そういう歴史の大事さというのは、中国はちゃんと把握をしているということですね、この辺のことはもう少し後でお話し,しますが、この歴史をベースにさまざまな活動が今行われて、それが九州を中心に経済活動にもつながっているということをお話ししたいと思います。そししてつい最最近のお話を最後にしますね えー、この冷え切った関係の中で、やっと東花膳さんが先月、日本にいらっしゃいましたね、えー、東花膳さんというのは元外務大臣、中国のね、えー、やってた方で、今は日中友好協会のトップ、えー、いわゆる日本関係の要人のトップですね、長崎に来て、新21世紀委員会というのを開いたんですね、えー、なんで長崎なのかと、ここにやはり梅谷昭吉が出てくるんですね。梅正吉の丸子郷長崎でなら 今このような状況であっても、日本と中国のこれからのことを話し合う場所にふさわしいということで、長崎に東花先んがいらしたというようなことがございます。100年前の歴史が今にもちゃんとこうつながっているというところで、お話を一旦終わらせていただきたいと思います。ごご清聴ありがとうございます。 ありがとうございました。あの歴史なんで話がね。何百年の話になるんで、10分とか15分で喋れてものすごいご無理を申し上げたんですけど、じゃあここからあのディスカッションに入りたいと思います。まずあのちょっとお聞きたいんですけど、あの小坂さんに聞きたいんですけど、こういうこうまあ。交流の歴史協力の歴史っていうことをまあ、やられていて、そのご自身もそういう活動に関与深くね。されてる。 目から見て今の中国もしくは今の日本と中国の関係みたいなことに関してはどんな思いを持たれてますかね。えー、一言で言うともったいないなといいとうことですね、はいあの。日本と中国だけを見てると腹の立つこともたくさんあるんですね。あの報道官の唇だ見るだけで私も一体何だろうって思うことがあるんですがに日本と中国だけ見てる見なくてですねやっぱり もうちょっと目を開いてです、ね、視野を広くして日中関係を見たほうがいいんじゃないかなというふうにいつも思ってますなんかもったいないっていうことなんですけどなんでそのこのもったいない状態が続いてしまうんだでしょうかね。 あのまあ、実はさっき、胡錦涛さんが2008年にいらした当時が近年では一番日中関係良かった時期なんですね、互、え、恵、ー、関係広げましょうということで、えー、ところがその漁船がぶつかってきて、そしてこういう国有化になった時点で、もう本当にこの首相の往来もなくなり、いろんな交流事業が、本当は日中国交回復40周年、去年だったんですが、全部の行事がまあなくなってしまうとか、まあ、そういうことになってですね。 本当に尖閣だけを見てるといろいろな問題出てくるんですがもうその,その例えば1年、2年、3年ぐらいの間に世界中がじゃあ中国とどういう関わりを持ち始めてるかということを日本人はよく見なきゃいけないと思いますね、すごい勢いで世界は中国との関係を築いているわけ、その時に日本がその島のことばっかりじーっと見て漁船が1日に何隻来たっていうことがばっかりニュースになってるという状況はいかがなものかっっていうのはちょっと思いますね。なるほど 同じような視点なんですけど、出口さんいかかがですかねあの今、2014年で第一次世界大戦、ちょうど100年ですよねで、第一次世界大戦って実はものすごく不思議な戦争で、サラエボでオーストリア、ハンガリー、二重帝国の皇太子が暗殺されるんですけれども、戦争の主力はドイツ、フランスですよね。でこのドイツフランスは なんで戦争したかったのかよくわからないんですよ。そうするといろんな説があるんですけれども、まあ、セルビアという小さい国はあのオーストリアハンガリー二重帝国が弱ってるからちょっとけしかけて自分たちの領土を取りたいなというふうな意欲はあったのかもしれませんけれどそれにロシアとかドイツとかフランスが全部巻き込まれていくんですよね。 そうするとあの歴史を見る時に僕たちはついつい大きい戦略があったり国の指導者がこういう考えを持っていたから国の関係が悪くなったというふうに考えがちなんですけど実は違うんですよね。ちょっとしたことがきっかけででメンツとかいろんなことを考えているうちに。 のっぺきならなくなくくっててどどんどん関係が悪化していくとだから、まあ、もちろんその首相の哲学とか人生観があるという意見もあるかと思いますけれども本当に日本が実効支配していて何も波風が立たないところを突然石原さんが何か言い出したことがひょっとしたら結果かもしれないですよね。だから あまり深く物事を考えないでちょっとした日常の判断っていうのが実は歴史を動かしていくんでそうすると人間ってここまで来たんだからとかいうついつい経線思考とか言ってるんですけどこういう通路で来たらもうここしかないみたいに思われるんですよ。皆さんも覚えてると思いますけれど第二次世界大戦の時に山本五十六さんが アメリカとやれと言われたら半年ぐらいはなんとか暴れてみせますとかちゃんと言ってるわけですよね普通の人が考えたら半年しか暴れられへんのやったらこんなもんやったらあかんに決まってますよねでもやっちゃうんですよだから歴史って本当にそういう偶然のいろんな小さい積み重ねの中でちゃんとしたリーダーとか大局観が見える人がいないと。 ずるずると言ってしまうというのが多分実態に近いような気がしますね。私たちそのマスコミが、ね、の報道に頼らざるを得ない今状況というのは非常に多いと思うんですがよく中国の軍事費が、ね、あのすごく多い,多いから脅威だ脅威だということで寝るんですが、まあ、確かにそれはあると思います。ただ 私がもっと脅威に思うことはです、ね、中国は軍事費の3倍も教育費にかけてるんですねであるいはインフラ整備をです、ね、軍事費の2倍もかけてるんですねそれはどういったことかというとやっぱり次の世代のことが見えてきますよね。 つまり、教育にすごく重視してお金をかけてる、次のちゃんと国家戦略を見据えてそうにやってるんですね、今、アメリカに留学した人はほとんど中国人ばっかりだよっていうぐらい、ハーバードも500人に対して日本は5人しかそのいないとかですね、そういう状況があるわけです。そうなった時にですね えー、その私たちが島の問題で船が何隻近づいたっていうようなことばっかり見てる間にです、ね、本当にそのグローバルに,にどんどん活躍できる人材は中国が作っているあるいはインフラで、まあ、先ほども鉄道の話をちょっと出口さんとさせていただいてたんですが日本はやっぱりどうしても空を飛ぶか海を越えないといろんなところ行けないですけど中国というのは陸続きつまりインフラをどんどん,どん,どん整備しても今、ドイツまで,です、ね、物流があ行ける。 そうするともうドイツとかそうヨーロッパもどんどん中国に投資するわけですね、えー、そういう流れがあっての中の日本と中国というのはやっぱり見ていかなきゃいけないのかなっていうふうに思っています。あのー、中国という国を考えた時にまあそのちょっとしたことで歴史が動いてくるっていうところもあると同時に、まあ、やっぱりその国が持ってる 歴史もしくは地理的条件ですとか社会の構造ですとかね、まあ、そうしたものが影響を与えているんじゃないかと思いますで小坂さんに今おっしゃっていただいたようにこれからまあ非常にまあ人的な面でもお金の面でもいろんな面で中国の存在感がどん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 大きくなってきていると、まあ、そういう中でですね、まあ、これからその中国という国がグローバルの中でもしくは中国という国自体がどうなって 行くんだろうっていう点についてはいかがですか、あのー、今日の資料でも一番最初に見せたんですけどあこれ、後であれですよね配布はページ数が多いんですけど後で多分ダウンロードしてできるようにしていただいたらと思うんですけれども、ね、GDP で見れば今の中国の世界シェアってまだ12とか13でしょ。だから中国は どんどん大きくなっているというまず認識が間違っていると思いますね。中国はあれだけ人口が多いわけですから近代化したらある程度のシェアを取るのは当たり前なんで中国はむしろアヘン戦争の時ぐらいまでに戻ろうとしている普通のプロセスだというふうに多分見た方が間違いがないと思いますね。で僕は 日中関係は一番大事だと思うんですけど僕は日本の生命線は日米関係にあると思っているんですよ。確かにあのアメリカも嫌なところがいっぱいある国ですけれどもまあ100年先を考えたらどうか分かりませんが今は軍事同盟を結んでいる国ですよね日米安保条約という。でしかも 日本は世界史の中で極めて得意な国で、周辺諸国全部と領土問題を抱えてるんですよ。ロシア、北朝鮮、韓国、中国、台湾と。これは、皆さんで言えば、一戸建ての家を郊外に買ったと。で、周囲の全部の家と境界争いしてるみたいな感じですよ。こんなん嫌でしょ落ち着いて、ん日過ごせないでしょ だこういう得意な国って世界中ないんですよ。ということも含めてやはり日米関係というのは命綱ですよね。ところが日本の識者の中には価値観を共有する日本とアメリカが組んで中国に対抗するんだとかとぼけたことを言っている評論家がいっぱいいるんですよ。で価値観を共有する国が 仲良くすするととということは何かええばば単純に言えば友人の数ですよね中国からアメリカの超一流大学を含めて行っている留学生は23万を超えてるんですよ。日本は韓国にも負けて2万人切ってるんですよ。ということは日本人がどんなに優秀で立派でも。 中国人と同じだけ友人が作れると思いますかだから本当に僕は日本が中国とことを構えようと思うんだったらまずもう国費でアメリカに対する留学生10倍ぐらい増やさないと持たないと思いますよねあの皆さんは日露戦争のことを覚えてますよねあの時ににははまだ日本には まともなリーダーダがいたんですよ伊藤博文です伊藤博文は日露戦争が始まった瞬間に金子健太郎という政治家を呼んで何億という大金をポケットマネーで機密費で出してすぐワシントンに送ってるんですよねなんでか時の大統領セオドア・ルーズベルトと金子健太郎はハーバード以来の大親友なんですね だから金子はホワイトハウスに勝手に入れるんですよ。それは伊藤博文がロシアというのはやっぱりすごい国だからとても日本だけでは勝てないとどうしてもアメリカの実力はいるということが分かっていたからですよね。で後の結果を皆さんご存じの通りでしょアメリカが日本に有利に裁定してくれたおかげで。 戦争を終わらせることができたんですよねでもこれも全部人間のネットワークなんですよだから日本はついつい韓国とか中国との関係を目では気にしてますけれど僕はやっぱり今一番若い皆さんが考えなきゃいけないのは日米関係で勝手のような 強いいパイプがあるかととうことです日本の歴史で見れば、ブッシュ小泉関係がベストですよね。みんなそう言ってますよね。あの時は日米関係が最良だった。そのブッシュの頭脳は、コンディですよね。コンドリー・ザ・ライスです。ライスの回顧録が出てます。めちゃおもろいです。読んでみてください。 日本人の名前誰も出てこないですよコンディが8年間ブッシュの右腕として世界中でいろんなことをしている電話もかけまくってますいかにこの,この話を外務省に言ったら外務省の役人はいや日米関係がうまくいってるから別にコンディとコネクションなんか結ばなくてよかったんですよとかふぬけたことを言ってるわけですよね <laughs> とんででもないですよねだからそういう意味では本当に今の日本の置かれたことを考えたら海屋さんではないですけれども本当に外国の人とちゃんと民間ベースでも友情を築けるようなベースが細っているということがすごいこの国の僕は危機感だと思いますよね。なるほど 盟友っていうことでいうと、小坂さんいかかがですかねあの本当にうまくつなげていないって、<laughs> あれなんですけれども、例えばその日中関係でも、ですね例えばその国交正常化をした周恩来さん、えー、あるいは紹介石もそうですし、えー、もちろんさっき話した孫文もそうですし、あるいは近年でいうと、胡錦涛さんも李克強さんも、実は日本と関わりが非常に深い、えー、日本に若いときに留学していた。 あるいは胡錦涛さんなんかは皆その共生団って青年交流団として日本にいらっしゃったということは皆さんもご存知だと思うんですけが若い時の培った人間関係が結果その大きく国を左右する人たちの,そのやっぱり今お話ししたように人間関係非常に大事なんですね。でですかから本当にその何でしょうか 主恩来さんにしても、おそのお若い時に日本にいたということはやっぱり大きかったと思います、あのその戦争の終わらせてですね、えー、そしてその介石もお全員、その日本人をね、 え普通に、普通にというかまあ返してくださって保証もなくていいと、まあ、もちろんそれはその後の,あの経済的なあの支援というのを視野に入れたことだと思いますけれども、ただ、心の中にはやっぱりその日本人との関係、深い関係があったということは非常に大きいと思いますね、胡錦涛さんにしても李克強さんにしてもそうです、そして先ほど言った東花膳さんもですね、あのついこの間、長崎でですから先月、お会いしたときに、最初は怖いんですよ。 すごいまあ今日中関係悪いですからね。でその中国の代表として一応日本に養人としていらした時はもう声こんにちはって言えないぐらい怖い雰囲気なんですが、実は二日目の夜はプライベートな夕食会があったんですね。その時にはですね長崎っていうのはまあ独特なその土地柄で長崎県のためだけに総領時間があるっていうですね中国の、えー、特殊な県ではあるんですが、そのな,なぜ長崎県だけに総領時間があるのかっていうようなことをですね中 当時の長崎県知事と。 あの中国の,その東華仙さんとのやり取りが昔あったわけですねその時の役割をしていた古い知事たちを全員呼んでしかも知事だけじゃありません家族を全員呼んでそして夕食会が開かれたんですねその時はもうガラッと表情が違ってもうほんとラオポインをほんと昔からの友っていうことで同じ人間かと思うぐらいガラリとあの違ってくるとかですね本当にその人間関係っていうのは本当に本当に大事で習近平が一番 多くあった日本人っていうのは、やっぱり長崎県知事。その福建省の省庁をやってた時に、長崎と福建は友好関係にありますから。そういったこともあって、あの、やっぱり、その、本当に人間関係を大事にするっていうことは。えー、まあ、アメリカもそう、中国もそう、本当、なんか日本人はですね。えー、やっぱり、交流っていうのを、もっともっとしなきゃいけないと思ってます。あの、ちょっと意地悪な質問なんですけど、小坂さんはですね、まあ、まさに中国の方々と、こういう。関係 状況,が状況が悪い中でもねやはり孫文カードってお持ちじゃないですかなので相手がその歴史からやはり古き友っていう風に感じてもらえるだからあんまりそういうカードを持ってる人っていないんですよねなんでそういう我々からしたらどうしたらいいんだろうと。 あだかからまず歴史を知ることななんじゃないですかあの本当に皆さん知らなかったと思いますよね孫文と日本人がこんな関係があったってことも知らなかったでしょうしそれがいまだにその例えば。あの コキントさんが日本に来たなんでカレーで有名な松本炉に行くのってあのもっと景品館とかあるじゃないかって思った時になぜ松本炉に来るんだとかねあるいはなんでこんなような状況の時に東花先生が長崎に来るんだってことやっぱ歴史知らなかったら何もひも解けないことですよねまずはだから歴史を知ってそしてやっぱりこう何でしょうか友人関係を広げていくよりもないんじゃないでしょうかね。特にに中国はやはやりそういうういい友人関係ですとか歴史っててものの対しての 認識っていうのは非常に重要多分あの全世界共通ですよねやっぱり僕は人間はあのワインと一緒やというキッシンジャーの話をいつも皆さんにしてるんですけど皆さんもあれでしょ例えば皆さんがもし鹿児島のぐらいとしますよねそしたら僕が先週鹿児島にちょっと公園に行ったんですよと。 やっぱり桜島っていいですよねと言っただけで飛び込めますよねで皆さんの先祖がもし例えば代々としたら「あよく知ってますよ」と「本で読みました」とか言ってもらったら嬉しいじゃないですかだから人間ってやっぱりワインと一緒で自分の生まれた土地とか自分のご先祖のことを無意識に 意識するしないにかかわらず何とか思ってるんですよねということはそういうことをコメントしてくれたら嬉しいんですよねだからそれは全世界共通でこれはあの聞けろっていうローマの哲学者が2000年以上前に言ってるんですけど自分の生まれた前のことを知らないことはずっと子供のままでいることだと 子供って知らないでしょ生まれてからお父さんお母さんに可愛がられて大きくなったことしか知らないでも自分の生まれたことのしか知らなければそれはずっと子供のままでいることだと大人じゃないと言ってるわけですよねそうするとやっぱり歴史というか人間が何をやってきたことかをやっぱり知らなければ いいろんんな人ととを開いて話し合うことできませんよねだって鹿児島の人と話をしている時に「桜島興味ないです西郷隆盛何ですか?」と。ねそれだけで距離遠のきますよね。人間ってやっぱりみんな自意識が強いのでみんな自分のことを知ってほしいんですよ。そうでしょということは。 どの国の人であってもその土地のこととその先祖のことをやっぱり知ってる人には狂禁を開く僕ら日本人でもそうでしょアメリカ人と飯食ってる時にお茶やってますとか「源氏物語読んだことあります」と聞いただけで本当か嘘か分かりませんがええやつやなと思うでしょ <laughs> でしょだからそれが結局 外交ののベースの力になるってことといこでですすよね小かかがですかあ,のあともう一つ言っておきたいのは私たちその、まあ、その今歴史問題とかいうことで、まあ、やっぱりこういろんな毎日新聞とかテレビに出てきますけれども確かにそのお南京大虐殺でその殺された人たちの何万人の違い何十万人の違いっていうのはおかしいということはもちろんあ,のあると思うんですが。 えー、そ,のそういうことばっかり強調してるって思,思いがちじゃないですか、私たち日本人。そうじゃなくてね、中国の人たちはそういうこともやります、ド派手なあの記念館とかも建ててあちこちにやるんですが、えー、実はいいこともちゃんと、ちゃんと伝えてるんです、なぜなら今,今までほとんど皆さん知らなかった梅谷小吉のことは、実は中国ではもうずっと前から記念館ができてるんですね。 私も知らなかった勝手に作ってたんですけどでもちゃんとこういう日本人が孫文先生を助けてくれたっていう記念館が実はあるしかもそのいわゆる南京っていうのは日本人にとっては特別にいろんな思いがある場所ですけれども中国の人にとってももちろんその南京にある孫文記念館の中にももちろんこういうちゃんと助けてくれた日本人がいるってことは随分前から展示されているでもっと言うと中国だけではなくてですねシンガポール あの今、観光とかね、ビジネスで非常にその親近感、私たちも持ってる国ですが、実はじゃあ、シンガポールにももちろん孫文の足跡があり、シンガポール人たちもみんな革命に参加していたわけですが、その孫文記念館というのがシンガポールにあるんですね、これはシンガポール政府の、政府の機関なんです、教育機関の一つの施設なんですね。ということは、つまり、シンガポールの小中学校、全員そこを訪ねる、そういう機関になってるんですが、そこは何が展示されてると思いますか。 もちろん孫文とそれに関わったシンガポール人のことを展示されてるんですが本当にこの部屋よりもです、ね、大きいかもしれませんそんなスペースにその孫文を助けたいいシンガポール人たちは日本軍にこんなふうに虐殺されたんですよっていうことがもう事細かに書いてあるそういうスペースがシンガポールの孫文記念館の中にあるんですね。 えー、そういったあのやっぱりアジアではそういったことが中国だけではなくそういう足跡が残ってるただし私はそこであのそ,うそうであるならば、えー、実はこういう日本人もいたんですよっていうことを言いたいと思ってシンガポールに孫文、えー、と日本人のこういういい関係もあったんっていう展示会をやったりとかですね。で私はは言いたいたのは えー、そういう悲しい歴史、間違っ過去から見るとあ、現在から見ると間違ってしまったような歴史もあるけれども、同時にそうではなかった歴史、だからいいことも悪いことも両面あるんだっていうことを、やっぱり過去を振り返られる、私たちだからこそできるんじゃないかなと思うんですね、片方だけ見ない、だからあのそういった視点で歴史をもう少し見る必要がある、あるいはアジアの人たちの現状を知る必要があるというような気がしています。 それでで一つ付け加えたらですね、よくあの日本の中にはですね戦争ってもう70年前のことじゃないとなんでそんなもう世代も2つ3つ変わってるよねとなんでそんな古いことを持ち出すねんとか言う人がいますよねこれやっぱり人間を知らない人の言うことですよね。人間って実はそんなあっさりした動物ではないんですよ。 あの「風雲寺たち」という漫画がありますとこの話をいつもするんですけどこの漫画読んだ人みんな分かってると思うんだけれど元旦の朝夜明け頃に殿様が一人で萩に座ってるんですよ萩城の奥にで筆頭家老がその前に一人で出てくるんですよで何というかといえば殿様と。 徳川征伐の準備すべて相整いましたとあとは出陣の下地を待つだけでございますと下地をお願いしますうですねで殿様は、まあ、1分ぐらいあの陳謝木狂したふりをして愛やご苦労であったとしかし今はその時ではないと時を待てと 母とか言ってこれで新年の儀式が終わるんですよ。でこんなん徳川政権に知られたら大変なんですけどそういうリスクを犯してでも殿様と筆頭華道はこの儀式を250年続けてきたんですよね。でその結果どうなっているかといえば今の総理大臣も長州であるということですよね。要するに 人間ってそんな動物なんでなかなかこれが人間という動物の本性やと思った方がいいですよね。でこういう事実を知るだけでもやっぱり70年前のことを簡単に忘れへんやつがいても知らないというふうに思った方がいいですよね。で南京大虐殺のようなことをどうやれば一番解決できるんだろうと考えたら。 ドイツとフランスに一番異例がありますねドイツとフランスは100年の間に3回死に物狂いの殺し合いやっているんですよ。不婦戦争第一次大戦第二次大戦。で一番厄介で一番たくさん人が死んでいるのは第一次大戦なんですよ。で不婦戦争はどういうふうに説明できるかといえば。 ナポレオンの3世よりもビスマーク方がちょっと賢かったんやとこれで簡単に説明できるんですよねで第二次世界大戦は実はフランス人はあんまり死んでないんですよすぐ負けちゃったんでもちろんレジスタンスとかいろいろあるんですけど数は少ないでこれはヒトラーっていうなんか変なやつがいたんやで説明できるんですよところが第一次世界大戦は塹壕汚染でものすごくす毒ガスも使って 一番たくさんんドイツ人人フランス人が死んでるんですよでこれをどういうふうに解決したかといえば共同教科書を作ってるんですよね。日本でも岩波から翻訳は出てますけどドイツ人一人とフランス人一人が共同で第一次世界大戦史を書いてるんですよ。でも こんなの日本と中国でできっこないという人がいるかもしれませんが、まあ、別に急いで作らなくても50年単位で作ればいいんですよねだからやっぱり広く歴史を見たらいいろろ知恵はあるんですよねだからちょっと皆さんに覚えておいてほしいのはこのでも第一次世界大戦史が独仏でちゃんと完成したのが やっぱり第一次世界大戦から60年70年経ってからでなければやっぱり作れなかったんですよねだから人間ってそんな動物で恨みなんかそんなに簡単に忘れられへんとか時間がすごくかかるんだよとせ心の整理をするためにはとそういうふうに見ておいた方がいいかもしれませんよね。そうですね、あのーまあ、いつもあのー こういうお話をするたびにですね歴史について学ぶ必要性があるなと知る必要があるなと。 強く思う皆さんも多分そうだと思うんですけどでいざあの日常に戻るとですねほかにもやんなきゃいけないこととか勉強したいこととかがたくさんあってですねいつの間にか年に1回あの飛鳥陰に来るとやっぱ歴史勉強しなきゃなって思うんだけど戻っちゃうっていうことですねでちょっとさあの最後にそのあの質問1個させていただいてその後フロアからの質問を受けたいと思うんですけど結局あのどういうところを。 どういうやり方とかねどういうことをつかむように歴史を学ぶことが最も重要かとどうやったって言ったら本質的な歴史理解っていうものをできるだけ効率的に作ることができるのかこういう観点で言うといかがですかあの一番簡単なのは人間の頭って実は一万3000年前から進化してないんですよ。これは 事実なんですよ進化しているのは文明だけなんで技術だけなんで人間の大脳というのは一切進化してないんです。一切進化してないということはなんで証拠できるかといえば例えばストラディ・バリー今から370年ぐらい前に生まれた人ですけど彼以上にバイオリンをうまく作ることができる人は一人もいないんですよ。 今の自然科学でどんな木を使ってどんなバスを使っているのか全部分析できますよね。ででも彼以上のすれれた場合作れないんですよということは人間の脳みそがずっと一緒だったら1万3000年間最高の才能がいつ生まれるかはアットランダムだと考えればベートーベン以降ベートーベン以上の をしした人はいないといなととううことも説明でできるでしょうだから脳みそは一緒なんですよ。でそういうふうに考えたときによくインターネットの時代に歴史を学ぶ意味があるのかとかいう人がいますがそうではなくてインターネットは技術なんで人間が考えることは同じだったら過去のいろんな最高の天才やあるいは逆にしょうもない人がいろんなことをやってきたことを 知ることでしか将来何かが起こったときに対応はできないというのが歴史を勉強する意味だと思いますと。でご質問は何からやったらいいんやと好きなことからに決まってますよね。本当 <laughs> と何でもいいんですよ。どんなことでも例えば音楽が好きやったら音楽の歴史をちゃんと勉強していったらピタゴラスまでたどり着いて数学と音楽は一緒やったなということが分かるんですよ。 あるいはルターも実はピタゴラスが大好きだったということも分かってくるんでどんなことでもいいんですよね。サッカーが好きだったらサッカーの歴史をたどっていけばいいんで僕はあの好きこそもの上手な絵なんでなんか歴史勉強せなあかんとじゃあ岩波の,あの世界岩波講座の世界歴史こんなん30巻も読めへんとかそういうふうに考えるから絵なんで好きなものからやっぱり何で始まったんだろうと。 それが一番だと思いますけど、なるほどね。小坂さんはいかがですかえ？私はあのたまたまあのこういう目やっていう先祖がいたからかなって皆さん思われるかもしれませんけど、私から言うと自分のご先祖をたどってみたらいかがでしょうか。っていうことなんですね。あの、本当に人ってそれぞれ。 本当にあのいろんな歴史がを繰り返してずっと命をつないでいっているので本当に自分の先祖をたどるだけでも本当にあのいろんな歴史がつながって、えー、あるいは世界とつながっているかもしれない、えー、ということだと思いますはいはいありがとうございますではですねフロアから質問を受けたいと思います、ね、まずあの三人ぐらいあの質問をまとめて受けた後にしたいと思いますのでいかがでしょうえっ、ー、とはいじゃあこちら マイクお願いします。あの短く二つ出口さんに質問させていただきます。一つ目は簡単なシンプルな質問で。歴史は偶然でしょうか必然でしょうかと。二つ目は。偶然です。<laughs> はい、ありがとうございます。じゃ、すみません、こちらがほ本当 <laughs> なんですけど、二つ目は。先ほどあのモーリーの殿様が。えー、今その時にあらずというお話をいただいたんですけど。昨日実はあの出口さんのナイトキャップ参加できなくて。あの風が吹いた時に方を上げる準備をせよと。 いうテーマだったと伺ってるんですがあのもし歴史に絡めてちょっとこうエッセンスを <laughs> 一言二言お伺いできれば今偶然と言った答えと同じなんですけれど人間の歴史ずっと見てるとダーウィンの進化論と同じなんですよ運と適応なんですよ運ってどういうことかといえば運の定義はたまたまいい時にいい場所にいるというだけなんですよ適応というのはですね 棚からぼたもちが落ちてくるときは口を開けて食べた方がおいしいでしょ棚ぼたという言葉ありますよね。でもこれは棚からぼたもちが落ちそうなときに近くにいなきゃだめなんですよ。だから適当な時期に適当な場所にいることが運なんですよ。でも棚から豚餅が落ちて 来そうなときに近くにいる人何人かいるじゃないですかで食べようと思ったら一番に走っていって大きい口を開けたら食べられるんですよねこれが適応ですよねだから人間の歴史って実はほぼ偶然といったのはこの運と適応のダーウィンの進化論の通りだと思いますはい<っ>はいじゃあこちら行きましょう 本日はありがとうございましたちょっと出口さんに質問したいんですが、えっと、先ほどの,その中国の歴史の中でまあアヘン戦争以降のところまでとアヘン戦争からのまあ起点があったと思うんですが中国というものを考えてた時に なぜそのアヘン戦争のところで、まあ、起点が変わってしまったのかということと中国の民族を考えてみたときに非常に歴史が長くあの、まあ、始皇帝以来ですね、えー、世界を引っ張ってきたと思うんですただここでこういうふうに変わってしまった現状というのは指導者の問題だったのか民族的な問題だったのかその他の要因があったのかそれにちょっと教えていただきたいと思います。平たく言えばでですすね実はは鎖鎖国国なんですよこれはあの,民の時代から鎖国をやっていてい 当たり前のことですけど国を閉じてしまったらこれどの民族でもどの国でもそうですけれども閉じこもって家にいたら遅れていくってわかるでしょあのそこでご飯が食べられたら自給自足で楽しそうですけど世界がどんどん変わっているのに家の中に閉じこもってどこにも出かけなかったら退化していくというのはわかるでしょ だから中国は多分明の時代から鎖国をしたことによってちょっとずつ弱っていったとでその間にたまたまの偶然で産業革命が起こって西洋が強くなってその2つがぶつかったのがアヘン戦争であったとこういうふうに多分大きい脈絡で見ればいいと思います。でちなみに明治維新は何かといえば 安土桃山時代に GDP で言えば世界の五大強国だった日本が閉じこもって小さくなったのを取り戻す運動が多分明治維新ですよねだから歴史をずっと見てるとやっぱりいろんな人と交わって国を開いて交易をやって社会は進歩し発展するんで閉じたところが全部遅れていくというのは。 5000年の歴史の共通項だと思います。はいはいじゃあ後ろに行きましょう。あ水野です。どうもありがとうございました。あの歴史を学ぶ重要さということを十分認識した上であえて伺いたいんですけれども、今まあビジネスや投資の世界では過去にとらわれるんだと過去を見ちゃいけないんだ、フォワードルッキングだというのが。 キーワードになってるんですけれどもそういう観点からして歴史を学びながら歴史にとらわれず未来を見るということはどういう注意をしたらいいと思われますかこれもすごい簡単なんですけど今申し上げたことは人間の脳みそは一緒だよねということを申し上げたんでその喜怒哀楽とか意思決定の時にどういうことを悩んだりとか。 そういうことは学べばいいんですけれども水野さんが言われたように特に金融の世界って日進月歩ですよねそしたらその10年前の金融のビジネスのやり方を応用したら役に立つはずがないですよねだから学ぶべきは人間の感情や意思決定のパターンであってそれはわかりますよねギリシャの人のことを読んで じゃあ今のビジネスにすぐ役立つかといえば役立たないんでだからそこは人間の考え方は学ぶとでも今のビジネスはビジネスの現状最前線のことを飛鳥会議で勉強しないと使い物になりませんよねとこういうふうに理解したらいかがでしょうか小坂さんいかがですか今の点には。 私も本当に勉強させていただいて江口さんの考え方でも本当にあの脳みそが変わらないとか本当にその感情とかあの意思決定のパターンを歴史から学ぶんだって私もそのいろんなこんな活動しながらも今再認識江口さんのお話からさせていただきましたありがとうございいますはい、じゃあまだ大丈夫ですので質問をぜひどうですか。どんなことも、はいは あの歴史の,その偉大なあの統治者のことを思うときに人身掌握ということを思うんですねそ,のそれは多分中国の共産党も今それをすごくやできているからあの国が統治できていると思うんですけどその人身掌握できるな,、まあ、なぜできるのかということとそれができる環境あるその大陸であるか島国であるかとかそういうところから我々日本のこの島国の人間が学べることを なないのかなと思うんですけどそういうあたりはお考えをお聞かせいただければと思いますえと。人身掌握をする秘訣が歴史からどういうふうなことがあるかということと特に中国というそこから日本への手段ですねですはいあのこれもですね人身掌握って世界共通なんですよあの全世界に立派な皇帝とか王様とか山ほどいるんですよで 共通項って極めて簡単です。その国の人が戦争もなくご飯いっぱい食べられたら大体名訓になるんですよ。もう人間って極めてあれなんで、やっぱり人身掌握の一番の秘訣は今言ったようにいい政府といい政府というのはフェアでみんなを支配するということですね。経済成長なんですよ。みんな フェアなことをやってくれてで王様の言うとおりやってればご飯が食べられてひもじい思いをしなくなったら人身掌握できるんですよだから少人数の場合は違うかもしれませんよね例えば宗教団体とかを考えればカリスマとかあるかも分かりませんけれどやはり大きい組織体を考えたときには僕の記憶では 経済成長と良い政府、フェアな政府、これ以外に人身掌握の方法なんか、ないですよね今のお話を、なんですかね、国家のレベルからね、より個人とか企業とかってレベルに落とすとどんなイメージ <はい S 2> 企業も一緒ですよね、やっぱり会社が伸びてれば、みんな楽しいですよね。で、会社の中で一番文句を起こるのは、アンフェアでしょ。 あの人はあの人ばっかり可愛がってるじゃんとかだから変わりないですよフェアと成長以外に僕は何もないと思いますで人身掌握というとねなんか立派な人格とかその国語で考える人が多くて数字にならないんですけど大体数字にならないものはろくなもんがないですよ絶対経済成長ですわかりますよね 小坂さんはいかかがですかね特にあの中国の要人の方も含めて大変お詳しいと思うんで、はい、のそこ私の場合あの範囲が狭くて申し訳ないただ、そこで言うとですねあの本当にその中国の本当にトップの方は13億人あるいは14億人のトップになられる方だけあってですね実は本当にそのあのいろんなそういうリーダーになるべく教育を受けてあそこに立っておられるんだなというふうなことはあの感じる 例えばですね、えー、習近平さんがまあ副国家主席の時に日本にいらしたときには、日本の総理は鳩山総理だったんですね、えー、でその時にまに、私が紹介されるわけですよ、料人にですね、そのにあに、あのさっき出口さんもその自分のことを知っててくれると、ああ、嬉しいっておおお人間って思うよねってお話しされたように。 孫、えー、文を助けた梅江祥吉のさんのひ孫でっていう紹介を外務省の人がした時に習近平さんすぐわかるわけですよ。はあ先生代々の家の人ですねでも鳩山さん一体何のことを外務省さんが一体孫文とか梅江祥吉とかあるいはこの目の前にいるこの人は何なんだろうってもうもともと目がこう離れてもっとこうなんていうかの。 もうそのね、もう本当、お2人並んでの,その,あの違いがあまりにありすぎてあ,のあるいはその、例えば胡錦涛国家主席と福田首相がその歴史をご覧になられる場面で,です、ね、とにかくあの日本のほうはです、ねそのまあ、パフォーマンス的にやればいいんだみたいなそ,のそういう関係が感じがあったんですが胡近藤さん、本当にそのもう。 ゆっっくりとと見させてていいただきますっていうことでもう本当にその逆にどんな緊張するかと思うじゃないですかそんな人と会うと私なんか本当一庶民で普通にちっちゃなレストランを経営してるだけなんですだけどねリラックスさせてくれるんですよなんかそういうのっていうのはなんかこうちょっとそのなんかそういう。う もともとのそういうのもあるのかもしれませんけども学びが多かったっていうようなこともあるんじゃないかなと思いますのあのそこまで歴史とか含めて、えー、たくさんのことをこう学んだからこそそういう余裕が生まれてくるのかなっていう気はしますねやっぱり人とその接する人と歴その方の歴史になんて言いますかねこう誠実な関心というかそういうのをこうすごく示してくれるっていうことですかね出口さん何かはも。でもこれはの 立派な社長とかいうのは大体社員の顔みんな覚えてるとか覚えてなくてもみんなににっこり笑うとかそんなことぐらいできますよねだからそれはでもやっぱりフェアということですよね自分の会社を支えてくれる社員みんな大事やと思ったら自然にみんなににっこりしますよねだからやっぱりよい政府という単純なワードで言いましたけれど やっぱり良いい政府というのはフェアなことであるフェアというのは誰に対しても同じように分け隔てなく時間と興味を使うということですよねある意味では。だからそういう面ではあの人心を掌握するってそんなに難しいことではなくて人間というのはこういう動物やという。 やっぱり人間に対する理解がちゃんとあるかどうかが僕は全てと思いますよねだからどんなビジネスでも相手にするのは人間とその社会なんでやっぱりその人間とはどういう動物でその人間が作る社会はどういうもんやという洞察があって初めて上に立てるんであってでさらに水野さんが言われたようにその上に運用であれば 今のマーケットの現状を知らなければ話にならないんですけれども、まずやっぱりベーシックにはやっぱり、人間というものに対する理解がなければ、上に立てないということは、古今東西、当たり前ですよね。はいありがとうございました、まだまだあのお話をしたいところなんですけど、ちょうど終了の時間になりましたんで、以上にさせていただきたいと思います。どううもありがとうございました